一度確認した方がいいな。死体っぽいな。あ、やだか。初手キル。あー、マジか、ごめんなさい。え？アブレイさん、なんで押したの？あー、来るな、これ。おい、言っただろ？な？インポスター来るって言っただろ？できる。あー、マジか、ごめんなさい。え？アブレイさん、なんで押したの？いやいや、あのね、はい、アドミン見てて、明らかにシールド1があったんで、はい、で、ストレージの扉が閉まって、そこ待ってたんですよ、アブレイさんが。はいはいはい。だから、ゲンさん、シールドの方に向かってましたよね。一瞬向かいかけて、間違えてやめました。あ、そうなんだ。あ、なんだ、俺、あの、てっきり先端と同じ思考で行ったのかなって思ったから。え？死体があると思って行ったんじゃないかなと思って。違います、違います。現初手、ストレージの給油やって、で、その後停電になったじゃないですか。これ私、一瞬、コミュニケーションサポート勘違いして、一瞬右行きかけて、結局左行きました。ごめん、ちょっと先端先に整理させていただくと、エレクトリカルにいた人を表現したら多分早い。竹雄、アルト、ゲン。3人いた。あ、無理。その時点ではもう、シールド1いたから多分死んでる。あ、その後、ストレージと、多分カフェテリアとかも閉まってたんじゃないかなと思うんですけど、扉。カフェは閉まってない。これはね、ストレージは閉まってない。簡単に整理してもらった方が多分めちゃくちゃわかる。その前に、サントスさん右側から来ませんでした、ストレージの右側から。いや、ストレージ閉まったけど、上から入りましたよ。ストレージで閉まったけど。右じゃないよ。あの、竹雄さんと二人っきりになった時で、二人でぐるぐるした時あるけど、入ったのは上から入りました、私。アベレージさんと一緒にストレージのドア待ってた人誰でしたっけ？あ、僕、カスター。カスターさん。だから、ストレージの中にサントス、タケオがいて、上に、アベレージさん。アベレージ、カスター、センターさんかな。がいたい、ね。ちょっとね、アベレージさん怪しいと思ってるのが、停電でね、俺、ストレージとアドミンの通路のところでね、多分さ、アベレージさんいたんだよ。オレンジが若干見たから、停電中でどこ行ってんだろうなと思ってるから、ちょっと怪しいんだよ。いや、停電中はでも、アドベレージさんはずっとアドミン見てます。そうですね。それは俺は確認してる。だから、相方位置にふさわしいって話だと思う、多分。アベレージさん。なるほど、なるほど。なるほど。ちょっと話したいんで。そっか。じゃあ僕押します。先端押せねえわ、押せねえわ、押せねえわ。押せねえわ。った方がいいかも。いやー、ごめんなさい、ごめんなさい。僕、先端さんも情報とか、払いたい。そうですね。見てないっすね。結構絞れると思う。見てない、やっぱ。話します。見てない。めちゃくちゃ絞できる。しかねえか。序盤でボタン使いたくねえんだよな。ありがたい。押しました、はい。ありがたい。すいません。僕証言します。ウェポン行きました。ウェポンの真ん中のタスクしてました。タスクしながら、緑、青、水色、ピンクが、右側に行きました。ピンクは一番最後。青、緑、水色、ピンクの順。で、停電中だったので、エレクトリカルの方に向かおうとして、アドミンの通路のあたりで直ったので、そのままアドミンを見ました。で、その時にエレクトリカル3で多分ドア閉まってたのかなっていう感じで、で、シールド1、なんでシールド死んでるんだろうなと思ってたら、アベリージさんが、ストレージの上側のドアのところで待機してました。で、カフェテリア側は閉まってなかったです。だから押しそうと思ったらそのタイミングで押せたはずだけど、押さなかったってことは、あ、死体発見しに行ったんだなと思って、で、僕はカフェテリアのボタンを押すか悩んで、あ、でもアベリージさん見に行ってくれてるからなと思って
押すのをやめてもう一回アドミン見たらまだシールド1あって、アベレージさん押してえなんで押したのっていう話です。ちょっと補足しておくと、魚がウェポンに行ったのは確かなんですけど、俺タスクやらずに先端がいるのを確認してすぐ戻りました。ウェポンやらずに。で、停電が起こるだろうから、停電起こるだろうなと思ったからストレージの方からエルカルに。それあれ一番あってごめんなさい。じゃあサントスさんやっぱ右行ってたんじゃないの？いやいや、初手行って停電で回って上から入ってよ。だったら結構な人と会いそうな感じします、ね。停電だって停電中だもん、立ってる最中。すれ違ってない。わかんない。わかんない。停電になったタイミングって どちらにおられました？停電は酸素からカフェウェポンカフェで、その後停電になってまたウェポンカフェテリアで、あの下ルート行って怖いなと思ったんでぐるっと回ってカフェ経由で向かったんですよ、ストレージで。ストレージ入ってその後閉まったみたいな感じです。なんで酸素からカフェテリアぐらいだったか、ちょっとどの期間区間で聞いてたかははっきり覚えてないんですけど、それぐらいだったと思う。人気こんな入るのか。人気だね。サントさん押して、ね、もう一回話しましょう。はい、はい、はい、人気だね、サントさんね。総選挙1位。コミ対策するぜ。爆速で直す。あれ、サントさん押さないんですか、ね、いや、連打負けしました、普通に押してますけど。いや、僕結構待ちましたよ。僕コミュニケーション最速で行って最速で直してるんで、絶対押せるはず。押すまでに僕ストレージまで行けてるから 2,3 秒あったはず。あのね、1回画面は開いた。で、武雄さんが上にいるなっていうのは見たから、なんかね、画面開いたんですけど、ごめんなさい、最後の本当に1秒、1、2秒くらいだけ開いたから、ごめんなさい、そのタイミングで直ったのかもしれない。あのね、最後はボタン画面になってないのは本当です。あのボタン画面から外ってずっと待ってて、でなんか長いなと思ったんやけど、最後カチャって一応間違えたなと思ったら、あの無言表やめようや。でも半年さんが白でも黒でも今のこの流れはインポスターめっちゃ怖いだろうなって思いながら聞いてました。エレクトリカルってのは誰でしたっけ？ゲンタケオ。エレクトリカルはゲンアルトタケオですよ。あ、僕もで、どのタイミングで見たかわかんないですけど、先端がどのタイミングで見たか覚えてます？治ってから見ました。治ってからっすね。治ったタイミングってオラフ君いました？治ったタイミングは、エレクトリカル前ぐらいっすね、多分。一応初手右だから、オラフさんも、はい、魚さんエレクトリカルいたよね？いましたよ。いたよね。オラフ君いた？覚えてないです。覚えてないか。4人いたのは覚えてる。魚さん含めて。そう。竹尾さんすぐ出たっけ？すぐ出ましたね。ですぐ出て。いたんだかな。最初から。多分いたと思う。他に出ないってことは。でその後エレクトリカルの後、中に入れた人は私が嘘ルート言ってるからっていう票？それとも普通に右行ったルートだからって感じですかね？シーズン前提で。多分シールドに死体がある可能性が高くて、ハンコできる人が。私もそれは賛成ですね。はい、私もそれは賛成なんですけども。ハンコできる人は結構縛られてるだからじゃないですか。そうですね。右にそもそも行った人がってことか。あとはオラフさんと魚さんぐらいしか、センターさんの証言と総合するといないってことですよね。うん、お人気だね。人気でした方って。スキップは？総選挙1位。おー。黒だね。ポスターは2人か。まあ釣れてそうだけどね。アベリさん釣りてえ。アベリさん釣りてえ。カナさんはでもエレクトリカル行ってるのか。左行ってるのは確かなんだよ。オラ対象としてはオラフ君かな、一応。ルート聞く、ホラス君のルート聞かないと。あとは、今日の議題は、オラフ君の行動のルートと、
アベレージさんがボタンを押したし、理由かなと思います。ちなみに今回スキップ入れた方って誰ですか？インポスター2人なんじゃないですかね。お、じゃあいいんじゃないですか、普通に。あ、ちなみにね、魚は押せてなかったはず。俺スキップに押そうと思ったんだけど、押せてなかったから。6-2だった、6-2。だから1票入ってないのは魚さんだって。あ、やったー。で、1人出ないってことは人狼でいいんじゃないですか。はい。あんまり。あ、あんまり？どういう結論は何なんですか、それの。だからスキップ2票がインポスターなんだったら、魚さんはインポスターじゃないんじゃないかっていう話。おー、なるほど。ああ、そういうことか。そういうことか。そう。で、名乗り出ないんだったら結構その信憑性高くね。ああ、なるほど。確かに。魚さんの話。連れ出るといいと思います。はい。ということで、先端の議題に戻しましょう。はい、あ、僕はちょっとウェポン行って、で、その後、暗くなったんで、カフェテリア、ストレージって行って、ストレージ、エレクトリックから多分入ってないと思うんですよね。あ、入ったのは入ったんですけど、停電開けたタイミングで入ったと思います。で、その時に3人ぐらいエレクトリカルに行って、で、扉閉まってたと思いますね、その後。ウェポンから下行ってないんでしたっけ？あ、行ってないです、僕。そのまま。なんか、一緒にやってましたっけ、タスク。はい、初手は。あ、そんな気がしてきた。で、魚さんがカフェの方に一回戻ったのも事実。おー。じゃあ、証言合ってますね。ケンさん、オラムさん見てるんだったら。その、何ですか？あ、ケンさんがオラフさんを確認してるんだったらって感じ。ああ、そうそう。見てる気がする。かなり。うん、一緒に向かった気がする、ほぼ。扉閉められてるタイミングが一緒なんですか？アブレさん押した理由は、はい、怖かったから押しました。え、でもなんか、すぐに犯人分かったから、逆に僕、あれじゃないですか？頑張ったんじゃないですか？そんなことないですか？この苦笑いの感じ、あれですね。ごめんなさい。怪しいな。はい。まあ、ちょっと一回フラットに考えよう。釣りてぇ、追放してぇ、めちゃくちゃ追放してぇ、超追放してぇ。まずフラットに考えよう。なんて言ったってアベリーさんだからな。これさ、アドミンの監視カメラのほぼ真下で死んでたんですけど、セキュリティ見てる人いたと思うんですが、あ、現見てました。多分発見してない、これ、まあ、監視カメラってね、ずっとつけといたら、狼もキルしにくくなるんじゃないかなっていうのを喋りながら見てたんですけど、オラフさんが堂々と殺しましたね。やったー！今回に関しては、監視カメラついてからの、さらにベントで移動してからの、カスターさんに見られてからの、ずっと積んでて、もうね、それは最悪だ。おい、何してんのって。横浜さん、横浜されると思って。積極的にカメラ前でキルされるのに、100万じゃん。いや、マジか。いや、もう、あと一人残っちゃったから、通路が開いてて。これ誰かキルしなかんなってずっと動揺してて。もう全部盛り合わせでしたね。いやもう本当に合わせだ。素晴らしい。いやもうこれでアベレージさんじゃなかったっていうのがびっくりだわ俺は。ほんまに。ね、ごめんなさい本当に。やっぱ振って戻しといてよかったな。もうちょっとみんな殴ってください一回僕の。殴りません殴りません。いや一回ずつ殴ってください。殴ってください。ごめんなさい。ごめんなさい。いや全然大丈夫です。ごめんなさい、私が全然貢献できずに死んじゃったから申し訳ない。
これやっぱ思ったんですけど、あれっすね、なんか初手一人だけやっちゃったらインポスターめっちゃ攻められますよね。なんか頑張ってもう一人もしなあかんのかなと思っちゃったりして、一個の事件めっちゃ詰められちゃいますね。そうなんか、うん、あれで6票入るほどかなーって思ったんですけど、なんかさすがでしたね。なんかあーなんか説明がふわってしてたんで、だいぶあふわってかなんか、うん、ウェポン行ってカフェテリア行って、あ O2 の間があったかなって、 O2 行ってないやんその間ってなってて、僕の中でなるほどふわっとしたんで、なんか僕の中でふわってしちゃってたんで、でももうバリバリ見られたんですよ。シールズからストレージの方向に入る方向をチラ見多分されたんですよ、武雄さんに。あだから閉まってる間にぐるぐるしてるのの見間違い説と思ってもらえるしかないなと思ってさっき言ってましたもんね、右から来ましたよねって言ってましたもんね。そうねで見間違い説にしようかと思ったけどならなかったっていう。普通に3と3綺麗ですよね。あ私普通にやって、はい、いやで武雄さんが本当発見しに行こうとしたんで自分で自力で死にました。もうやばいですよ行くなっつって、はい、オラフさんはエレクトリカルは多分本当に普通に歩いて入ってきてるんですよ、ね、はい、普通に入っていきました。あっいやー結構疑われてしまって、いやーっと思って、あのアベリーさん、はい、ごめんなさい、めっちゃ怪しかったけど、いやでもそのさっきの直前の回で一人で行動してる時に、いや、はい、待てよ、でもアベリーさんだしなって一回フラットに戻しました。ごめんなさい、ごめんなさい。いやだってさ、一番初めのさ、開始の方法さ、アベリージさんがおかしい動きしたってなったのにさ、最終的にさ6人村全員正しく私に言ったのになんでやねんって思いながら死にました。少ないともアベリージさんは死体隠しをした相方であってもこうした犯人ではなかったから、確かに確かに、うん、センターさんキルとか全然できますよね多分、それだったらアドミンの中にいる、アベレージさんがね、アベレージさんが、そうです、そうです、いやでもカスタさんもいたから、そうですカスタさんもいたのか、あ、じゃあ無理、確かに確かにそうか、うーん確かに死体消しっぽく言えるのはしょうがないです。あれ本当に本当に死体行こうとしてませんね、あれ全く見えてなかったって感じですか、はい、シールドの位置。いや僕はなんかアドミン見た後配線やってそのまま直でカフェテリアのボタン押しちゃったんで、あんまシールドもうあんまり探すとかでもなかった、そもそもただ覗いてみた気持ちわかりますね、アドミンちょっと覗いてなんか満足になってしまう気持ち、はい、なんでなんでボロ負けしたインポスターよりなんかアベリーさん負けたボロ負けしたこっちなんですアベリーさんがな、本当にもうちょっとちゃんとしてくれたらな、マジで。あごめんなさい、そう、みんな僕のチャンネル低評価してください、ごめんなさい。いやマジ申し訳ない。結果からするとクルーメイト圧勝してるはずなんだけど、あまりにも代償がでかすぎるんです胸が痛い。そのいや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 、逆に言うと簡単に勝ちすぎちゃうから面白くしようと思ってアベリーさんやってくれたんですよ多分。あもうやめてくださいよ、もうエンターテイナーだな、いやーバランスここまで俺らに勝ちないな。初めて僕泣きますよ配信で。アベリージさん、あの後僕のことずっとストーカーしてくるから、はい、怖かったです。いやもう武雄さんに白出ししてもらいたいなと思って、ぴったりくっついてましたね、確かに。ずっと追いかけてました僕。